今回の展示の中ではおそらく一番大きな目玉になるんですけども、えー、と茶室っていうのは、まあ、あのお茶の儀式セレモニーを行う、えー、特殊な、まあ、建築で日本の建築の歴史を振り返ってもですねあのものすごい最小限のミニマムな空間を追求しています多分世界的に見てももかななり特殊なものです。 で一方であのそこには本当にさまざまなバリエーションの、えー、と窓っていうのがこれまで作られてきていて今回取り上げるのは揚、えー、水亭っていう建物であの別名13層あの13の窓があって多分これほど小さい建物で13個も開口部があるっていうのも多分世界でも珍しい建築なので、まあ、今回、えー、と茶室のおこし絵図っていうあのまあ、えー 紙で平面で作ったものをこうパタパタと立体的に縦を起こすと簡単な模型になる仕組みが茶室にはあるんですけどもそれを1分の1スケール実寸にしてですねなのでまあその特殊な平面の表記の方法だとかさまざまな開口部が小さな空間にいっぱいあるっていうのがそこは見どころになります。